なんチャンネル、皆さんこんにちは、森アンナです。今日はこちら、溜まっていたゴールド契約書と S ラン契約書を一気に開封していきたいと思います。ということで、まずは27枚あります。27枚中25枚はゴールド契約書ですね。そして 30% S ランク、10% S ランクがあります。ということで、まずはゴールド契約書を引いていきたいと思います。この間のベスト9で割と選手は本当に集まったと思うので、今回は阪神純正に向けて集めていきたいなと思っております。なので阪神の選手が出るように願ってます。ということで、狙うのは藤浪選手、そして大山選手を狙っていきたいと思います。ここから阪神の選手は出るのでしょうか。それではまずはゴールド契約書を引いていきましょう。それではいきます。オール B です。はい、ということでオール B でしたね。ベスト9がちょっと第1弾がちょっとね、当たりが良すぎたのでしょうか。それでは残りのゴールド契約書も引いていきたいと思います。では10枚引いていきます。おっと、よいしょ、あるよ、来るんじゃない、阪神、おー、周東選手、はじめましてだ、はじめまして、めちゃくちゃ活躍されてるの見てました、こんにちは。シリーズ選手じゃない、間違えた、シリーズ2の中田選手が出ました。うわ、この間金色のネックレスの話させていただきました。はじめまして、こんにちは。うわー、ゴールド契約書から嬉しい、よろしくお願いします。はあ、菊池選手の最後です。負けない。ということで、S ランク出ましたね。びっくりしました。S ランク出たことがすごく嬉しかったです。まあ、ちょっと阪神の選手が見当たらないので、ちょっと最後ゴールド契約書、阪神の選手が出ることを願って、5枚ですね、引いていきたいと思います。いきましょう。よろしくお願いします。ドン、はじめましてじゃない、安田選手、はじめましてじゃない、こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということでゴールド契約書25枚すべて引き終わりました。結果は2枚 S ランクが出ました。中田選手と安田選手でした。いやー、でも2枚出ましたね。いや、普通に嬉しいです、2枚。ただちょっと阪神の選手がまだお見えになられていないので、最後 10%、30% 引いていきたいと思います。ちょっと1枚ずつ引かせてもらっていいですか。すいません、ちょっと楽しみたいです。じゃあまずは 10% から引いていきます。よろしくお願いします。よ
巻き込んじゃう。ということで S10% からは S は出ませんでした。ではラストです。 S ランク確率 30% 契約書引いていきたいと思います。では引きます。阪神の選手お願いします。ご無沙汰します。はい、ということで結果は27枚あって S ランク2枚 A ランク4枚という結果になりました。 S ランク 10%、30% からはちょっと S を引くことができませんでした。何よりちょっとね、阪神の選手がちょっと引けなかったなと、ちょっと残念なところではあります。はい、ということで今回の動画はここまでです。チャンネル登録、グッドボタン、よかったらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんのプロスピ生活が楽しくなりますように、という謎のおまじないをかけて終わります。ありがとうございました。